どうもスッパルットよってことでね、今日はパンテロをねやろうと思うんだけど、買っといたカップラーメン、実はね撮影前に腹減って食っちゃったから、じゃあたまにはスパゲティでもやろうかなと思ったけど、パスタがないんだよ。パスタがないから代用品ってことで、この線香を入れます。これで一煮立ち。線香ってね、食べたことないからどんな味がするかとっても楽しみだよ。なんか色がおかしくなってきたけど、まあいっか。じゃあちょっと待ちます。あ、なんとなくしなってくるわけだ。なんとか食べれそうじゃん。じゃあ食べてみようか。改めてどうもスッパルって言うよってことでね、まあ久しぶりな登場なわけだ。まあリスナーさんから要望があったわけだ。だからもう封印したはずのこのキャラをまあ出したわけじゃん。でも今日はまあ特別な動画、なんでったって再生回数20万回突破記念動画だから、まあそれに相応しいキャラなわけじゃん。というわけで、まあ先ほど作った、まあ本当はねこれをやるはずだったんだけど、食べちゃったから、じゃあスパゲティと思ったら、まあスパゲティもないし、パスタがないから、じゃあ線香をね代わりに入れたんだけど、まあこんな感じなんだよ。なんとなく食べれそうじゃん。じゃあ食べてみようか。美味しいかな。これでいい。20万回ありがとう。